どうもけんちゃんです。はい、北さんです。キリュウです。スプリントシフティチャレンジ、あ、50m のついに当選しましたよ。私わざわざ出張してきてくれるって感じなんですか。そんなチケットあるんですか。そんなチケット、はい、なんと勝負させていただくことになりました。本物ですよ。すげー、ありがとうございます。5秒8台と勝負するんですか。じゃあやばい、本物だ。これ遠近法ですか。桐生選手だけめっちゃ前にいます。なんかすっごい大きいんですけど。違います。めっちゃ前にいる。画面で見るより大きい。画面見るより大きい。大きいですね。頭いくんじゃ大きい。やっぱり大きい。50勝負する、はい、まあね、じゃあ勝敗は 見えてるの。いやまあそこは食らいつきましょう。はい、頑張ってみたいと。確かにチャレンジすることだけで本当嬉しいんで、はい、そうですね。記念ですね、これはね、はい、頑張ります。すいません、桐生選手。いやいや、どうだろう。おこがましいですけど、はい、お願いします。何に行きますか。電車で、あ、バス行きました。はい、バスと電車で行きました。ああ、電車乗れるんだ。意外と普通っすよ。バスもなんかいや、でもあえて乗れって言われてんだと思うよ。経験だから。あ、そういうこと。うん、そういうの知らないとっていう。ああ。土江コーチやっぱそういう人だと思うよ。じゃあ勝負行きましょう。お願いします。お願いします。お願いします。人を寄せ付けない感じですね。空いてますもん。ちっちゃいけないんだ。すげえ集中入ってるな。足流れていいよ。だって指摘恥ずかしいって言うの。相手ない。相手ない。今日パンパンしてるし、有田さんもついに切る選手を。そうですね。まあ、うちのチームはやっぱ優秀ですからね。本当すごいし、トップレベルですからね。はい、バイク銀座の大丈夫。そうなんですよ。今日は水まで行くって言ってました。そうなんだ。はい。そういう一面もある。そういう一面もある。なるほどね。まあ、メーカーに忖度しないってことで。ああ、なるほどね。さあ、北さんもね、これから桐生選手と 50m 勝負するっていうスペシャル企画が待ってますんで、北さん気合が入っております。じゃあ、やりたいと思います。お願いします。では、ファイヤーマーク。すげえ、ガチなルーティンだ。せーどん。さあ、続いてですね、北さんバーサス桐生選手。でかいなと思ったのね。あれ、もう早いの。ちょっとこれは言葉が出てこないですね。今タイムどれくらいだった。うん、けど桐生選手のタイム的に言ったら、北さんこれ4秒台出てもおかしくないんじゃないですか。確かに北さんやっぱスタート早いですね。調子いいですね、今日はね。あれなんか彼大丈夫ですか。いやけどオーラ出てますよ、オーラ。え、これちょっとなんかスポンサー的にこれ動画使えないんじゃないですか。大丈夫、大丈夫ですか。なんかありました。いや、気持ちよかったっす。あ、なんかすがすがしい、はい、そうっすね。トキ大丈夫ですか。まあ、楽しかったんですけど、はい、そうっすね。まあ、トキ、はい、服のやつで終わったんで、はい、まあ、ちょっとリラックスしていたなっていうのが。ああ、なるほどね。あ、はい、あ、でもすごい楽しかったね。はい、はい、オフなんで。はい、またよろしくお願いします。あ、すいません、ありがとうございます。またお願いします。すごいな、やっぱかっこいいな。いということで、はい、まあ、本物じゃないですね。あ、はい、いや、知ってる。まあ、知ってました。さ、マジっすか。マジで。マジかよ。もうこれでも偽さ、こっちの盾でいじりすぎてるからさ。多分もうバレてんじゃん。偽キリュウチャンネルを皆さん見ていただいて、はい、概要欄貼っとくんで。YouTube やってるので。でも今後あれですよね、偽多田選手とか偽山形選手が出てくる可能性もゼロじゃないですか。なるほど、そうですね。それ面白い。なるほど、偽物だけの大会ができるから。そう、偽レンジャー、偽物 4K です。優勝が12秒ゼロゼロみたいな。それ俺出たい。やっぱ偽がついてから一流ですよね。あ、僕ももう偽キリュウ、僕ももう偽ケンちゃんいるんで。あ、確かに、はい、あ、確かに偽シラパンまだいないんで。偽たくないもん。偽ようがない。逆にめっちゃ早いみたいな。逆に確かに10秒台になってほしいよ。10秒台に。そしたらもうそいつが本物を知らばる。俺が偽だ。取られちゃう。それは応募しました。カメラの前以上にいい人です。すごいいい人です。チャンネル登録でした。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもけんちゃんです。はい、北さんです。偽キリュウです。偽って言っちゃった。偽って言っちゃった。のっけからやたくやらかしてます。土江コーチやっぱそういう人だと思うよ。やっぱあんまり出してくれないんで。そうですね、ちょっとあれかもしれない。それは言わないじゃん。それは言わないじゃん。
リリースやめたいじゃん。それはやらないいな。ギリで土屋コーチよ。いきますか。そうっすね。